日本語タイトル、アリスのままでっていう映画がまず先にちょっと紹介しますけれども、はい、これはあの、50歳を過ぎたあの大学教授、女性がですね、若年性アルツハイマーで壊れていくっていう話なんですね。はい、でこれはジュリアン・ムーアっていう女優さんが演じてて、彼女はもうアカデミー賞主演女優賞は絶対だろうって言われてるんですよ。すでにゴールデングローブとかですね、全米評価協会賞とかですね、俳優協会賞とかもう独占してるんですよ、この人は主演女優賞。でこの女優さんも名女優で、もう昔から何度もアカデミー賞にノミネートされてるんですけど、今まで取れなかったんですね。で今度はもう絶対だろうって言われてるんですけど、でこれストーリーはですね、まあ、大学教授で言語学を教えてる、教授なんですけれども、それがアリスさんって人で、それでまあ、あの旦那もいて、それで子供も3人いて、3人ともその成人しててですね、で結構お金もあって幸せに暮らしてるんですけども、こう大学の授業中ですね、言語学の、教授で言語を教えてるのに言語が出なくなってくるんですよ、言葉が。で、あれとか最初あれって感じなんですね。でところがどんどんいろんなものを忘れていくんですよ。でジョギングは大好きで、家の近所と大学の周りとか、回ってるんですけど、方向感覚は今度分かんなくなるんですよ。どっちに行ったらいいか分かんなくなるんですよ。でなんかおかしいわねって、ちょっとボケが来たかしらとかなんか言ってるんですけど、今度病院に行ってですね、いろんなこと聞かれるんですね。その、どこに住んでて、生年月日はいつで、それで子供の名前はいくつでとか聞かれるんですけど、その合間に関係ない質問を間に入れてって、今の言ったことを覚えておいてくださいねって言われて、で普通に話してて、さっき言ったこと覚えてますかって言われると思い出せないんですよ。あ、もうそんなさっきのことでも。これはちょっと、頭の脳のスキャンを取りましょうって言われて、スキャンを取ったら若年性アルツハイマーだってことは分かるんですね。でこれはまあ遺伝なんですね。でお父さんもそうだったと。ああ、そうですか。そう、その時にまずお医者さんに言われるのは、あなたのお子さん全員に連絡してくださいと、全員の DNA 検査しましょうって言われるんですよ。遺伝性だから、もうじゃあ DNA 検査で分かっちゃうんだ。長女、そうなんですよ。長女は妊娠してるんですけども、遺伝子検査を受けたらアルツハイマー出ちゃうんですよ。うわじゃあいずれはっていう。そうなんですよ。だからこれは結構厳しい話なんですけど、で原作は日本でもすでにもう翻訳が出てるんですが、リサ・ジェノバっていうあの神経学のですね、大学教授が書いたものなんですね。で彼女は、まあ、アルツハイマー協会でも研究してる人なんですけれども、この人自身が、もし私がこの大学教授やってるのにアルツハイマーになったらどうなるだろうっていう想定のもとに書いた小説なんですね。はい。でもうとにかくどんどんいろんなことを忘れてって、これすごいな、自分が好きだった食べ物また忘れちゃうんですよ。味覚とかって忘れないのかと思ったら、そうじゃないんですね。そうなんですね。はい。でもう自分が何してたかも覚えてないから、おしっこは漏れちゃうし、もうだからどんどん人間としての尊厳がもう傷つけられていくんですよ。で娘の名前だけは忘れないと思ってるんですけど、娘に会っても娘を思い出せないんですよ。もうこれ病が進行していくとね、ご本人ではもうどうしようもないですもんね。そうなんです。それで、まあ、医者から宣告されるんですけど、大体2年ぐらいで完全にもうほとんど自分が誰かも分かんなくなるだろうって言われるんですよ。で頭が良くて、すごく頭を使ってる仕事の人ほど進行が早いとか言われるんですよ。で大学教授としても、その最初の頃は授業ができなくなって、生徒からアメリカ、あ、待ちません、ちょっと音声が途切れてしまったかな。あ、大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。はい。あ、大丈夫です。アメリカではその、大学教授に対して生徒が点数をつけるんですよ。だからつまらない教授というのは、どんどん、なんていうか、淘汰されるんですね。消されていって、いい学校っていうのは、いい教授しか残らないんですけどね。それで彼女は要するに生徒からクビにされちゃうんですよ。だからもうプライドとかもどんどんなくなっていくんですね、削られていって。でこれはすごい辛い映画ですよね。でもう一番怖いのは、その私はそんなことになったら周りに迷惑かけるし、恥ずかしいから死にたいと思うんですけど、本当に死ななきゃならない状態になった時に、自分が死にたいって気持ちすら分からなくなるだろうと思うんですよ、ボケてしまって。
だから自分で未来の自分に対してその、コンピューターでビデオで手紙を作るんですよ、ビデオレターを。なるほど。はい。で、あなたがもし何もわからなくなっちゃった時にこのビデオを偶然見たら、今コンピューターに入れとくから、うん、そしたら引き出しの奥に入ってる薬を飲みなさいっていう伝言を未来の自分に残すんですよ。はい。その薬はまあどういうのかわかると思うんですけど、そういうことですか。そういう怖い怖い話になってくるんですけどね。でこれはね結構強烈で、でまあこのジュリアン・ムーアさんのそのどんどん壊れていく演技っていうのはまあすごいんですけども、うん、まあ中でセリフでね、そのもう昨日のことはまるで覚えてないわと、うん、で明日のことはもう何もわからないと、うん、もう私は今この瞬間を生きるしかないのよ、それすらも忘れてしまうのよって言うんですよ。じゃあそれじゃあ人間としての尊厳とか、そのアリスさんっていう人間としてのアイデンティティはどうなるのかっていうことを問うていく映画なんで、そのアルツハイマーにかかるかからないにかかわらず、人間って何なのかと、じゃあ記憶だけが人間なのかと、うん、名前が人間なのかとか、うん、社会的地位が人間なのかっていうことをにまでこうたどり着いていく話になってますね。ああそうか。はい。だからこれ、現代はスティルアリスっていうんですよ。スティルアリス、はい、はい、スティルっていうのはじっとして動かないっていう意味でもあって、うん、その彼女はどんどんボケてって最後はもうほとんど動かなくなるってことも意味してるんですけど、うん、スティルっていうのはもう一つはそのままっていう意味がありますよね、うん、はい、あのまだっていう意味がありますよね、はい、うん、たとえそうなってもまだアリスなんだっていう意味でもあるんですよ。なるほど。うーん。でこれはアリスのままにっていう映画なんですけどもね、周りの方もね、はい、そのご本人ももちろん辛いだろうけれど、はい、ねえ、周囲の人だって辛いですね。自分の娘が分かんなくなったら相当辛いですよね。そっか、はい、そうか。でね、そういう映画がこのアリスのままにでね、これは、日本ではまあ春ぐらいに公開される予定ですけれども、はい、はい、でこれが本命って言われてるんですよ、このジュリアン・ムーアさんがね、うん、はい、ジュリアン・ムーアさんってずっとお母さん役ばっかりやってきてる人でですね、うん、美しすぎる母なんていう映画にも出てるぐらいのお母さん女優さんで、お母さん役一筋でずっと来たんですけど、まあ、今度アカデミー賞取るだろうと。